はいどうも皆さんこんにちは、私木野と申します。霧雨が降る森続きからやっていきましょう。さて前回謎の化け物にやられた後ですけど、ちょっとここで一旦セーブしておこうかな。ここでセーブしておくが吉な気がするわ。でこれでまず逃げなきゃいけないんだけど、ちょっとどうしよっかな。こいつ永遠に出てくるのかな。ちょっと一回やられてみる。一回ネックレス使ってさ、永遠に出てくる。上に行きましょう。どこに逃げればいいんだろう。だって上は行けなかったよね多分。追いかけてる。逃げなきゃ。でも他の、うん、はい、ということで、分かりましたよもうだいぶあの後やり込んだんですけど、どうやらちょっとね、見つけたんですよ。あのね、私まだ持ち物になんだっけ、目と鼻が多分あるのかな。アリツを完成させなきゃいけないんですよ。でここの部屋に突然目が落ちてます。よし、目を拾って、これで多分パーツ揃ったんじゃないかな、違うかな。とりあえずここの部屋に行って完成させられるかな。もしかして身代わりって、身代わり人形を使用しますか。はい、頼む。急いで人形の顔パーツをはめた。どう？どうなの？うまくいったっぽいね。一緒になろうね。お母さんが待ってるよ。悲しい、つらい、お母さん。なるほど。小鳥お化けに連れ去られた子供たちなのかな。成仏してくれよ。怖い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 。お父さんもお母さんもお兄さんもおるからね。はようはよう、生まれておいで。かわいいかわいい私の坊や。ここだけ聞くと普通にいいお母さんなんだけどな。あんた見て、この子お腹の中で喜んでるよ。お母さん、優しいお母さん、幸せなお母さん、会いたかったお母さん。なのにどうして。え、誰、やめて。うるせえ、本来ならてめえも夫と子供と同じように打ち首なんだぞ。村の掟に逆らった夫の妻として生かしてもらえるだけありがたいと思え。あ、私の夫を、子供を返して。こいつ身ごもってるぞ。仕方ねえな。おい、お母さん、泣かないで。いっぱいいっぱい命があればきっと、お母さんは幸せになれるよね。お母さんはいつだって約束した子供の命を求めてる。え、
どういうこと？消えた？よかった、助かった。でも、今のは何？約束した子供の命？それがあれば、お母さんは幸せになれるみたいなこと言ってたけど、私、約束なんてした覚えがないと。ダメだ、よくわからない。とりあえずこの場所から出て佐久間ちゃんを探さないと。終わった戦い。第一回目の戦い終わった。待って、でも奥に行ってないんだよね。こっちに戻る。あ、戻れるんだ一応。いやでも奥行こうよ、せっかく化け物いなくなったんだもん。いなくなったんだよねまだ確認とか何もしてないけど、いなくなったよね。奥行けるんだよね。え？ん？本当に小さな乳白色のかけらが落ちている。乳白色のかけらを手に入れた。何に使うんだろう。でも重要そう。え、倒れてる。佐久間ちゃん大丈夫？しっかりして。お姉さん、よかった。探したよ。どうして森に入ったの？最初はちょっと森で隠れてて、あの役人に当てつけてやろうと思っただけ。私が森で行方不明になったら、あの人もあんな口叩けないと思ったから。でも、どうしてか途中から何も覚えてなくて、気がついたらこんな森の奥に。でも佐久間ちゃん、一度資料館に戻ってたよね。ん？ごめん、覚えてないの。私この森で。え、そう、この森で私変なのに会って、それから意識がなくなって。早くこの森を出よう。私、小鳥お化けに会っちゃったんだ。それで、私、多分、小鳥お化けに意識を取られて。小鳥お化けは、多分、お姉さんを探してる。ネックレスの石が全て砕けてしまった。マジ？やばいじゃん、見つけた。約束よ、あの子の代わりにしおりの命をちょうだいな。え、これ何？逃げる感じだよね、絶対。逃げよう、早く。逃げる感じですね。ごめんなさい、怖い怖い怖い。逃がさない、逃がして、逃がして。こっちで合ってる？約束を果たせ。迷わないで、まっすぐ逃げて。え、びっくりしたびっくりした。動かないんだよ、なかなか、なかなかに動かないんだよ。まっすぐ逃げてね、まっすぐ逃げますよ私は。終わった、よかった、終わった、よかった。もう追ってきていない？わかんない。でもだいぶ走ったと思う。佐久間ちゃん、大丈夫？大丈夫。ちょっと足が疲れただけ。それより、お姉さんは自分の心配をしてよ。うん、お姉さん、小鳥お化けに狙われてるんだよ。あのお化けは、確かに私の名前を呼んでた。でも、どうして？お姉さん、小鳥お化けと約束したんだよ。約束？お姉さんは小鳥お化けに命をあげるって約束したんだ。私そんな約束した覚えないよ。でも私が小鳥お化けに意識を取られてる間、ずっとその声がしてた。
あの子の代わりにしおりの命をちょうだいな。それが約束。分けた代償。ごめん。私のせいだ。私が勝手なことしなかったら、お姉さんはこの森に入ってこないで済んだのに。それは違うよ。菅さんにダメって言われてたのに、勝手に森に入ったのは私だもん。とりあえず二人生きて無事に帰れたら、それで十分だよ。でも、反省は帰ってからにしよう。多分望月巡査にこってり絞られるから。げ。さ、早く帰って一緒に怒られようか。お姉さん。無事に帰れるよね。もう大丈夫だよね。この乳白色のかけらは一体何に使うのかな。帰ろう。何？加工が施された青い小さな石が落ちている。ネックレスと同じ石だ。紐に通す穴も開いてる。それは親切ですね。ちょうどネックレスの紐に通りそう。せっかくだからつけておこうかな。石をネックレスの紐に通した。まあでも一旦あそこで全石が回収されるわけですね。え、道分かれてるね。どっちだったか覚えてないや。私も。わ、思い出しちゃう。どうしたの？確か元の道に帰るのは上の道だと思う。本当？お姉さん分かるの？うん。なんでだろう。昔ここを通った気がする。こわ。これはもう実況者だったら下に行ってみたくなるよね。上なんでしょ。アーハーさ行きます。あの岩確か森の入り口近くにもあった。でっかい夜光石だよ。森の入り口のは結界みたいな役割らしいけど、でもあれはもう光ってない。多分もう朽ちた夜光石の石だから効力はないと思う。なるほど、朽ちちゃってるのか。とりあえずこれで屋敷に戻れますね。屋敷っていうか資料館か。橋が落ちてる。困ったな。これじゃあ行き止まりだ。さっきの分かれ道のもう片方に行ってみる？気が進まないけど仕方ないよね。戻ろうか。マジ？いや、お守りがた。どうしよう、いるかもしれない。でも行くしかないよ。後ろにも道はないんだから。やだ、もう帰らせてよ。終わったじゃん一回目の。なに、佐久間ちゃん。ツタが絡んでくる。外せない。どうして？お姉さん、先に逃げ。そんなことできないよ。ダメ、お姉さんが捕まっちゃう。大丈夫だよ、安心して。きっと助けるから。お姉さん。佐久間ちゃん気絶してる。苦しいんだ。なんとか佐久間ちゃんを助けないと。せめて誰か人を呼べば。石のように硬いツルが佐久間の体に巻きついていて解くことができない。佐久間は気絶していて意識がないようだ。一人で置いていくのは不安だ。そうだ、佐
魔のポケットに夜光石を入れた。気休めでもないよりマシだ。あー動ける。マジ？ちょっとこれどうしたらいいのって言っても、もうあの下の道に進むしかないんですよね。あーん、こんにちは。どうも、私木野と申します。青白く発光してるけどどうです？あ、死んだ。約束、約束よ愛しい私の子供。よし、じゃああの青白く光ってくれるけど何の力にもならない明かりは無視して先に進めません。よし、今度こそ勝つぞ。ぶつかったら右行って。逃がさない、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 逃がさない。あ、結界になってんだ。あー光気持ち悪い。憎い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 。よし、ざまあ味噌漬け。そこから入ってこれないんだ。今のうちに行かないと。人工的に作られた古い洞窟がある。怖くない？え、行くしかないのか。セーブしよう。でもまあ結界が張られてるってことは結構安全地帯的な感じなのかな。安全地帯であってくれ。なんか安全じゃなさそうなんだよな、こういう洞窟。ん？上から光が漏れてきてる。綺麗な円形の穴が天井に見える。もしかして井戸？運が良ければ人がいるかも。誰か、誰かいませんか？お願い、誰か、誰かいたらどうか。望月巡査いるんじゃない？助けてください、助けて、友人が危ないんです。そうだよね、屋敷に入る鍵が壊れて中に入れん。参ったな。早く佐久間を見つけ出さんと。雨も一向に止む気配がないしな。とはいえ窓を割って入るにはいかんよな、さすがに。誰か、誰かいませんか？お願い、誰か、誰かいたら返事して。おいおい、なんだ？おい、誰だ？そこにいるのか？その声、望月巡査ですね。私です、神崎です。井戸の中にいるんです。井戸の中って、なんでまたそんなところに？森からここに通じてて。そんなことより助けてください。佐久間ちゃんを見つけたんです。でも変なツルに捕まって。早く助けないと、危険なんです。わかった、少し待っとけ。頼もしい、愛の力ですね。もう私の中では巡査と佐久間ちゃんはもうラブですからね。ライクじゃない、ラブ。よし、今行くぞ。めっちゃ動揺しちゃった。え？すげー、飛び降りたんだ、ロープ伝って。インディ・ジョーンズさながらですね。おー、大丈夫か？まさか森にいるとは思ってもなかったぞ。立ち入り禁止のはずだろう。すいません、でも森で佐久間ちゃんを見つけたんです。それで佐久間は？これツル？ツタか。ツタに絡まったってどういうことだ？
説明は後でしますから、とにかく一緒に来てください。早く行かないと佐久間ちゃんが危ないんです。わかった、まずは救助が先だな。話は後で聞くから佐久間のところまで案内してくれ。あの女のお化け出てくるのかな。なんだこのなんかいけすかない片足ちょっとふんって上げてる感じ。いや、いるのかな。大人には見えないトトロみたいな存在なんでしょ。なんで井戸の中にこんな場所があるんだ。さあ、森の奥には牢獄みたいなところもありました。私たちそこでお化けみたいなのに襲われたんです。確か小鳥お化けって名前の。この村に来てからそんな話を聞いたことがあるような気がする。何にせよ早く佐久間を助けてこの森を出よう。いや、大人の男性がいるってすごい安心感あるな。一瞬でやられたりしないでくれよ。いない、いないわ。そういえば須賀くんを見てないか。須賀さんですか。いいえ、私は須賀さんに言わず勝手に出てきたので。そうか、あいつも外に探しに探しに行ったみたいでな。もしかすると森にいるかもしれん。もし森にいるんなら須賀さんは大丈夫だろうか。いや、大丈夫ないでしょ、いくら男でも。だって多分約束の子の一人だよね。おっ、何、ネックレスの砕けた音だ。早く佐久間ちゃんのところに行かないと。やばい、襲われてる、襲われてるよ。なんだこりゃ。佐久間、しっかりしろ。なんで外れないんだ。ここでもしかしてあの刀が使われるのかな。本当にこれがツタか。まるで石みたいだ。佐久間ちゃん、佐久間、おい、助けに来たぞ、しっかりしろ。お姉さんと望月巡査、もう大丈夫、助けに来たよ、だから頑張って。ありがとう。佐久間は再び気を失ってしまった。とにかく早くここから出してあげないと。ここで須賀くんが刀でスパーンできるのかな。ダメだ、外せない。どうして。このままじゃ。望月巡査、君は下がってて。あ、銃で撃つのね。どうして傷一つつかないんだ。そんな、うわー、来たー、須賀さん。どんな剣幕。須賀くん、君が怒っているのはわかるが、今は先に佐久間を助けたい。協力してくれないか。佐久間ちゃん、このツタをそれで切ったのか。須賀君、それは模造刀だと聞いていたが。いや、その話は後にしようか。ありがとう須賀君、助かった。いいね、ちゃんとお礼を言える人。とにかく佐久間を連れて戻らないと。意識はないが落ち着いた呼吸をしている。よかった、佐久間は俺が運ぶ、君たちも戻るぞ。須賀くん下から来たけど直したのかな、橋。じゃあ行くか。あ、やばい、何、何ですか。え、
約束、約束、約束、まだ果たしてない。お前の命を渡せ。どうした？望月巡査には声が聞こえてないのか？あの先に言ってください。声が、あ、嫌だ。それができるんだったら最初からやればいいんじゃないですか、小鳥お化けさん。ここは、ここはどこ？みんなは？私、どうして？セーブしよう。さあ、ということで謎の場所までやってきました。キリがいいので本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。